おはにゃん、おほぐみ妹です。新しい爪とぎを買いました。1年くらい使ったけど買い替え時分かれません。早速気になっているグミちゃん、開けますよ。遠くからじっと見ています。置いたけどどっちも行こうとしません。先に動いたのはパフちゃん。お、早速。パフちゃんには小さかったかな。グミちゃんは袋が気になるみたい。そして気がつくと座ってたけど、袋に行った隙にパフちゃんに取られてしまいました。爪とぎの静かな取り合い。だけど去年はこのバリバリボールを取り合っていました。そうだね、グミちゃんそれがあった。それなのに今では誰も座らない。グミちゃんを注視するパフちゃん。どうする、グミちゃん、いつも取られるね。これあるよ。ここにあるよ。ここおいで。猫って新しいものが好きですね。結局グミちゃんは爪とぎが開くのを待つことにしたようです。翌日、すっかり自分のものにしたパフちゃん。グミちゃんは窓際、譲ってしまう優しいグミちゃんです。3日経つとグミちゃんもしっかりキープしたり譲ったりシェアしているようです。思いっきりはみ出てる。それではバイバーイ。